でしょう皆様。ちょっと自信あるか聞いてみましょう。自信ありますという方はお手を挙げください。お、1、2、3、お子様が多いです。3人しかいないですが、いやまあ半分くらいはできましたという方。はーい、はーい、10人ぐらいですか。少ないですね。もう全然できなかったっていう方、ほとんど。皆様ですか、謙虚ですね。そうですね。実際に伊達政宗検定は、あれはな、認定なんかはもっと難しかったから。そうですね。ちなみにあちらの検定受けたよっていうお方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃいました。それより難しかったでしょうか ね、 どうでしょう。それより難しかったですか。質問形式するかな。そうですね、うん、では早速な、まず回答に移らせていただこうか。そうですね、はい、うん、さて、ではまず回答の方式ですけども、皆さんご存知のそのマークシートですね、本日ごめんなさい、そちらを読み取る機会完成しなかったんで、こちらもセルフサービスで自身でちょっと、丸つけてください。よろしくお願い申し上げます。ではですね、回答欄の右側に正解、不正解の欄があると思いますので、そちらに正解か不正解かのチェック、そしてですね、問題用紙の一番下の正解数、こちらの欄に最後にですね、ご自身の正解数がいくつだったか、こちらをチェック忘れないようにしてくださいませ。不正は皆様、伊達の心意気でしないようによろしくお願いします。不正は許しません、うん、しないとは思っとるかね。はい、不正をした方がいたら旗が手裏剣投げますはい、ということでよろく振ったフリップの準備よいか。はーい、はーい、はい、ではもっといいです。はい、はい、では政宗様と小次郎様にもご協力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願い申し上げます。ではまず第1問から早速参りましょうかね。あ、そっちですね。じゃじゃん、はい、あ、どれどれ。1問目は政宗様の顔のモチーフとなった鳥はどれだったかという問題でございますけども、うんうん、では赤霊を当てる問題ですね、うん、答えてしまいましょう。政宗様、よろしゅうございますか。では政宗様から答えの欄に正解の印を貼り付けてくださいませ。正解はこれじゃ、ドン、歯、歯が正解の赤霊でございました。さあ皆様、正解か不正解かチェックしてくださいね。はい、ちなみに胃はキジ、ロはオシドリ、ニはカササギという鳥でございました。やったーと、あーっていうことは阿鼻叫喚がたまらない。阿鼻叫喚って悪いことあ、失礼しました。はい、皆さんマークできましたか。はい、はい、ありがとう。では続けて第2問の答え合わせいきます。小田原攻めの大地さんの際に政宗様が家臣に送った手紙の宛先はどなただったでしょうかという問題。これは小十郎様、正解の印をお願いいたします。どれじゃ。正解は八五郎殿。重実様宛てだったんですね、政宗様。その当時留守居役をしておったのが重実だからな。さようでございましたか。小十郎は足について引き渡し、有事の際にはあやつが敵を盛り立てると。なるほど、かかったわけじゃ。さあ皆様、正解不正解マークできましたか。はたよ、この政宗様が重実様に宛てた手紙、はい、こちらもこの仙台市博物館様に展示してあるそうです。おお、なんと、これも南沢のまなこでチェックしてみてください。はい、お願いいたします。申し上げます。では第3問ですな、凡字ふだ、立て立て立て、よしよしよし、ブロウン、ありがとうございます。これ育ち来てるのさようでございます。凡字、阿弥陀運慶の意味、これは一体どの写真のものが正解だったのか。さあ政宗さん、またふだりとよろしいですか。どれにしようかな。そういうものではございません、親御様。えでは、はい、こっち。おお、 2が正解の大事な大様でした。はい、これは難しかったでしょうか、ね、でもあそこの小さいお子様はやったって手を挙げてましたからね。やったんでしょうか。すごいですね。お、はい、皆様、不正解不正解の欄にマークをお願いいたします。はい、できましたでしょうか。よろく良いかな。はい、はい、では続けて第4問。仙台城の酒造屋敷を作る際に当時を紹介してくださったお方、一体どなただったんでしょうか。小十郎様、これ迷うな。これも難題でしたな。2かな。ん正解は柳生宗則。これは結構正解の方が多いようですね。そう
やりますな、やはり。先ほどちょっとハタが出演する関西秀様って言ったら関秀才様失礼いたしました。関秀才様、ね、失礼いたしました。関秀才様、皆様ね、あの剣術の師範を務められたもう名門の野球家からの問題でした。ではちなみに今4問終わりましたが、4問全部当たってるという方おりますか？おあ、ちょっといらっしゃる。素晴らしい。もう3人しかいらっしゃらない。頑張れ。はい、ありがとうございます。難しいな。では後半第5問に参ります。さあ第5問は、片倉家に伝わるホラ貝を勝ち取った戦、これがどれだったのかという問題ですが、政宗様ピタリとよろしくお願い申し上げます。はい、おー、果たしてこれはどこかな。こちらはすり上げ原でございますね。いやー、この戦のわしの片倉家の馬印であるな黒釣り眼の旗は敵に破られてしまって悔しいということで、相手のホラー貝を取った。その理由としてやはり音が絡んでるんだな。お、釣り鐘も鳴る、ホラー貝も音が聞こえる、だから相手の音を取ったということでな。なるほど、面白いですな。果たしたということじゃ。なるほど、素晴らしい。はい、ということで続けて第6問も片倉家に、関する問題でございました。片倉重実様の重の字はどれかという問題でしたが、片倉重実ね、失礼いたします、重綱様です。旗もテンパってます。はい、はい、では小次郎様答えをお願いいたします。わしの息子通りじゃろ。正解はな、あれどうだろう。これ現代ではなかなかシート読みませんかな、うん、思いは糸井重里さんとこの写真ですね。実はわしのお父上は片倉影重であるからして、その重をなこう頭に取って重をつなぐ。なるほど。はい、ということで皆様マークできたでしょうか。よろしいですか。はい、では続いて第7問に参ります。これも難問でしたが、瑞鳳殿の副葬品の一つ、このキセルの長さ、短いのは64センチ、長いのは一体何センチだったのでしょうかというのが問題にございます。さあ政宗様、だいたい短い方が64センチと聞いたら、60代はないだろうと思うだろうが、正解はこれじゃ、69センチ。こちらが正解でございました。そのなんですか、松村さん、5センチがこの命取りみたいな、そう、変わりがあるんだよ。なるほど、心身というものにやら、はい、語らせるかわしに。あ、なるほど。あ、じゃあ、流されそう。ちょっと先代とゆっくりお聞きください。あ、このキセルも、あと先ほどのホラー貝も今展示されているようでございます。そうだね、そうだね、はい、ぜひこの後ご覧になっていただければと思います。はい、それでは最終問題に行きます。第8問、政宗様がお正月に食べていた果物、それは何だったでしょうかという問題なんですが、では春前に小次郎様、まだまだ全問正解している、うん、7問全問正解しているしている。なるほど、わかりました。よし、小次郎さん参りましょう、はい、期待を込めて、はい、よし、ではお願いいたします。答えはみかんでした。先ほど手を挙げたご主人はまだ生き残っているのか、はい、現代ではね簡単に手に入るみかんなんですが、昔は政宗様、仙台藩が手に入らなかった、そのために奥州街道を整備したというのが、なるほど、みかんでした。でも過言ではない、当時は貴重なものだったんですね。では今一度頭から振り返ってもよろしいでございますか。はい、1番から参ります。はは、はは、にに、はは、いい、ろろ、いい、ろろ、続けて読むと、よかった、母にはいろいろ、政宗様、何その意味深な。ちょっとやめてくれ、姫様と仲直りしたよ。今仲いいぞ、もうおしくらまじしてる。はい、ということ で最後に皆様、回答用紙の一番下の正解数の欄にご自身の正解数をマークしてくださいませ、はい、さあ何問正解だったでしょうか。はい、不正は許しませんよ、大丈夫ですか、正直にお答えください。消しゴムの勉強からな、はい、覚えみたいな、消せるのかこれ、もしかして消しゴムを渡ししてないので多分大丈夫かな、大丈夫な、あ、はい、そうしたら私は毎晩夢に出ます、はい、地味に嫌です。喜ぶ人どうでしょう、どうでしょうか、どうだろう。はい、皆様できましたか。ではお聞きいたします。6問以上正解だった方、お手をお挙げくださいませ。よいしょ、
政宗様、これちょっとあの様をつけられるので申し訳ないのですが、伊達政宗剣というよりも難しかったのではないですかね。うん、そうかもしれないな。次回もっと難しくしよう。ではそれではただいま合格された方々にはお帰りの際に出口で政宗様から花丸をいただいてください。お願いいたします。合格した人の顔に書いてあげよう。ちなみに合格者の中で、はい、全問だった方は今の中におるか。全問正解だった方全問さ、ほら、じゃあ7問はおるかな。7問、おお、素晴らしい、大したもんです。おめでとうございます。では皆様、次は全問正解を目指して、頑張っていただきたいですな。はい、じゃあお帰りの際にですね、合格された方は政宗様から花丸をいただいてくださいませ。はい、